はい、大須商店街万象寺通りからお伝えします。人通りはですね、普段と比べてそれほど変化はありません。夏休みということもありまして、県外から観光でいらっしゃっている方の姿も多く見られます。まさか旅行中にこの臨時情報が出るとは思っていなかったとびっくりされていて、帰りしっかり帰れるかどうか交通をかなり気にしていらっしゃいました。そしてこの大須商店街のお店の方にお話を伺いましたところ、やはり缶詰ですとか湯煎で食べられるようになるお米などが普段よりは少し売れている印象だということでした。それから中にはお水をケースで買われる方の姿もちらほらあるんですけれども、お店の中には一家族一ケースまでにしてくださいという張り紙が貼られているところもありまして、いろんなお店こう見てみたんですけれども、どこかのお店で何かがこう完売していて混乱している、そういった状況は今大須商店街の中にはありませんでした。こちら皆さんとても落ち着いて行動していらっしゃって、普段通りの生活を心がけているように感じます。以上、中継でお伝えしました。